ユピテル、ネプトゥヌス、プルートは、イタリアのバロック期の巨匠、ミケランジェロ・メリージダ・カラバジョが1597年、ゴロ制作した絵画である。ローマのビル・ダ・ルドビー氏のかつての狩猟語やビルダ・タアウローラにある。珍しく、石膏に、油彩で描かれている。したがって、フレスコ画ではないが、誤って、そのように言及されることもある。油彩画は通常、 カンバス状に描かれるが、時折、盤状に描かれることもある。初期の電気作家によると、カラバジョの目標の一つは、遠近法を把握していないと主張する、批評家を否定することであった。三人の人物は、可能な限り最も劇的な全面短縮法で描かれている。人物たちは、カラバジョが常に、生身のモデルを前に描いたという主張とは矛盾している。 画家は三人の紙すべてに自分の肖像を当てはめたようである。絵画はカラバジョのパトロンであるフランチェスコ・マリア・デル・モンテ、数奇教のために後にビンダル・ドビー師として知られるようになった数奇教の郊外の館、ガーデン・カジノの天井に描かれた。数奇教は錬金術に強い関心を持っていた。カラバジョは本作でパラケルススの錬金術の三重の偶話を描いている。 ユピテルは、異様と空気を表し、ネプトヌス、英語で、海洋星も意味するは、水銀と水を表し、プルートは、塩と土を表している。それぞれの人物は、自身の動物によって認識できる。ユピテルは、和紙によって、ネプトヌスは、ヒッポカムポスによって、そして、プルートは、三頭の犬、ケルベロスによって認識される。ユピテルは、太陽が、 地球の周りを回転する天球を動かすために手を差し伸べている。ガリレオ・ガリレイはデル・モンテ・数奇教の友人であったが、当時はまだ宇宙論に足跡を残してはいなかった。ビラ・ウローラはルドビー氏の所有物であり、要望に応じて訪問可能である。U.S. ボーン・プリンセス・オープンズ・ヒストリック・ビラ・スー・ザ・パブリック。 ニューヨークタイムズ15ジュライ2010 2016年11月20日閲覧ビラオーロラローマエスベストケプトシークレットマイナーサイズ2016年11月20日閲覧ありがとうございます